当然うちの牛舎のところと役場の証券のところがありましたけれども、そんなことでそれぞれ外部被曝を受けるというようなことで現在また避難中ということになります。それぞれあのフレコンバックという、まあ、一粒米ですね、その袋がこのようにあの山積みされている状態であります。袋がですね、農地に置かれている。農地に置いたら本当に農地で生産活動は何もできません。何で生計を立てるの、本当に戻ってきて生きがいを感じられるのっていうところがいっぱいあるわけなんですね。僕さっき電気を外してありますので、ここにあるのがブルーベリーです。それから人と人との交流の場です。戻れる人が、戻りたい人が自分のところで栽培を試みるっていうことはもう完全にやらないとね、そういうことをするのが必要なんですが、その許認可がうんと難しい国なんですね。ですから今年やっても会場になるのは、要するに作付け会場になるのは来年にずれ込むんじゃないかって役場の方がおっしゃっていました。会場だから全てもう計画ができるんだなって思っていくかもしれません。でもそういう状況ではないという現実をちょっと見ていただきながら、それぞれ対応していただければと思います。血を使わない、ハウスです。それから、まあ、いちごの、まあ、ランナーから伸びたマイルドなんでもとか言ってる。これは日本では一番6分7分やったらもう全く多いです。で、このような量が手前の方も奥の方も同じく出るということであります。3月11日まではこんな頭じゃなかったんですが、その影響ではないですね。既存して、水田放牧をしたいという希望で、あぜは除染の対象外でしたので、線量が高いもんで、いわゆる除染をしております。そしてそれを持ってって、大丈夫だということで。ここにシートをこう貼ります。目の前にある機械で、あぜの土を下に埋め込む作業をしているところです。線量が低くなるというような状況で、試験が今年から始まりました。そして来年放牧して、その結果 OK になれば、ここの2兆部だけは放牧 OK ということになるそうです。いや、一丁ら真っ黒になった。随分依頼があるんだと思います。この前、僕は今うちに来てからだけど、ところが彼らはペンネのいいとこ寝らしちゃって、ふるさとを守るには雑草の処理なんです。
何か栽培することも確かにいい。だけど雑草との戦いなんです。自分たちの先祖が今日までここ村を潰したわけだ。それを荒らしていいかというやつをそれぞれが考えてるんだと思います。こういう分では僕も区長10年どの木を使われてその水量がいくらだったかというデータを全部示しながらシミュレーションしてもらった結果はこれで年間 0.03 プラスになるのが私安心してます。そういう意味でお孫さんが来ても大丈夫なうちだよねって。それともう一つ飯舘のことが正しく今の様子が正しく私は日本に世界に伝わったらいいかなと思って、そういう意味でこのスペースは今度はみんなの発信基地です、うん、っていうふうにここに入ります。原発の爆発が3月の15ですから、で災害関連死というのがあります、はい、そのうち福島は2007人で、避難によるものが大部分を占めたんですね。基本的にバスで OK なんですけど、座位が保てない人はバスの椅子にくくりつけるという状態で避難をするんです。あのやっぱりこの土壌がフィルターしてそのセシウム水を吸着ではそういうことで、さっき長期宿泊にもすでにその希望者にビシャトルを渡せるということを行政がやってます。change the permissible levels. The reason why I then bring these results here is that this gives me also a framework for. 私個人としてはもう
役場に入るっていうのが、その大学に入った時にもう結構決めた。私が現在のこのこんな場に呼んでいただけるようになったまでの経緯なんですけど、まず飯舘村に戻りたいかっていう人、同級生なんですけどに聞いたところ、正直ゼロでした。飯舘村には放射能同行じゃなくて、今までは実家があったから飯舘に戻ってきて、でその後家を継ぐっていう文化があったけど、今は家族自体が福島に避難していると。若者が離れていってる流れっていうのを今後どうやって止めていって、まあ、行政なりその周り住民の力を借りながらも進めていく内容なんじゃないかなっていうのが、まあ、若者のちょっと知識がない人からの意見なんですけど、Starting the structured part of the dialogue, and I think everyone knows the rules of the dialogue. いろんな方がいらっしゃるんですけども、若い方で解除になった後帰りますっていう方は、この私どもの調査で知り合った方の中で2人しか実はいらっしゃいませんでした。ただし、どの方もですね、未来永劫二度とその自分の生まれた土地に帰らないと言った人は一人もいませんでした。なんて言いますかね、近い将来と遠い将来とやっぱり考えていかなきゃいけないのかなと私はちょっと思います。以上です。で、僕の同世代の、仲間も、飯舘に住んでたんですけれども、どこに自分の行き場所、仕事、生活をどこに柱を置いていいか本当に迷っています。地元の中での自分、あと個人としての自分っていう、そういういろんな鎖があって、それで空中に吊るされてるような若い人たちはそういう状態なんです。お前行くとか若い人たちに今すぐって言うとこれ無理な話だから、今言った方が年配の人がね、まず先発隊に帰ってそういう村を作ってるんですよ。人間って私はやっぱり変われると思ってるんです。変えられると思ったものも、もう10年変えられると思ってる人がもしかしたら3年くらいで変えられるかもしれないし、先に帰るものはお帰りって言える、言う、こういうことかなって。やはり分断プラス分散から今度は分担型にやっぱりなっていくみたいな、それぞれをやっぱりこう認め合いながら、要するに理解をし合いながらやっていくっていう、その前向きの姿勢は私は一番大事だなと思っています。I think someone mentioned the image. ゼロからのスタートではないという他の放射の他の災害との特異性です。